7月25日、お茶の水クリスチャンセンターにて、JCFN ギフト主催サマーセレブレーションが開催されました。JCFN は、海外でクリスチャンになった人、聖書に興味を持った人が帰国する際に、帰国者をサポートするための福音的キリスト教ネットワークです。フェローシップや教会の紹介、帰国者の成長を助けることを目的としています。皆さんご存知だと思うんですけど、海外でクリスチャンになって、で日本でなかなかコネクションが見つからないっていう方のために、一緒に集まって励ましていきましょうよっていうのが、メインの目的で、一緒に成長したりっていうこともできると思います。はい、サマーセレブレーションには90名を超える参加者が集まりました。集会は賛美からスタートし、 Blessed be your name、 Mighty to save など、若者たちが中心となって力強い賛美が捧げられました。集会中に証しをしたのは、ギフトの中心メンバーでもある鳥原翔さん。帰国してからの3年間の歩みを振り返りました。本当に頼るべき存在は主イエスであると分かるようになったといいます。メッセージはルカの福音書18章35節から43節、いい仕事をさせてくださいというテーマで下村明也氏が語りました。それはやっぱ人に合わせることで、どうしてもその自分を見失ってる人が多い。で、日本ってそういうのを要求するじゃないですか。特に海外から帰ってきて、そのギャップで苦しむ人多いと思うんですね。この賜物は神様から預かってる、これを用いて私は何をしたらいいんですかっていう、その部分でしっかりと祈りを持って一歩一歩歩んでいくっていうことが、どの分野においても成功というか平安というか喜びの秘訣だなというふうに思ったので、ちょっとメッセージをしてあげました。グローバル社会といわれる現代、海外に在留する日本人の数は増え続けています。外務省の海外在留邦人数調査統計によると、3ヶ月以上日本の領土外に滞在する日本人の総数は129万175名。このうちいずれ日本に戻るつもりの日本人は85万3687名で、在留邦人全体の約 66% を占めています。帰国して2年半だったんですけど、神様のフェイスフルネスみたいな忠実さ、絶対に約束を守ってくださる方っていうのを、本当に帰国してからひしひしと感じて、それは特にこの JCFN を通して感じてます。5年経ってこっちに戻ってきて、私の同じ世代の人たちと、日本人のクリスチャンの人たちと一緒に賛美できたことがすごく私にとってすごく嬉しくて、これから関わっていけそうな友達とかもたくさん作れるかなと思ってきたので、今回はたくさん友達作って帰ろうかなって思ってます。キリスト教文化に触れ、イエス・キリストに出会うチャンスの多い海外での生活。海外でクリスチャンとなり帰国するも、逆カルチャーストレスに悩む人は少なくありません。その現状の中で、 JCFN そしてギフトの働きを通して、多くの帰国者たちが励まされ、イエス・キリストにつながり続けています。